面影橋停留場は東京都新宿区西早稲田3丁目の新目白通り上にある都電荒川線の停留場である。停留場名は神田川に架か,かる面影橋から取られた。駅番号は SA29。すべての施設が新目白通りの中央に位置する。ホームは2面2線で面影橋交差点を挟んで西側に三ノ輪橋方面、東側に。 早稲田方面のホームがある。新目白通りが拡張されるまでは、東庭流場は神田川を渡って、すぐの平洋軌道上にあったが、道路拡張時に、都電の線路が道路中央に位置するように移設され、現在の位置になっている。東庭流場の先から早稲田停留場までは、専用軌道であったが、現在は高戸橋方面に向かう車道に変わった。 山吹の里の石碑新目白通りの北に神田川が流れている。停留場名の由来となった面影橋は、江戸時代から代代わりしながら、この位置に架か,かる橋である。橋を渡ったところにあった、オリジン電気本社工場跡前には、大田道館ゆかりの山吹の里の石踏みがある。周辺には、中、高層の住宅が多く、商店はまばらである。 もともと、王子電気軌道の設置した停留場だったが、戦後高田の馬場駅方面に分岐する路線が建設され、早稲田経由で茅場町との間を結ぶ15系統が設定された。しかし先に廃止され、再び元の姿に戻っている。ありがとうございます。